いただきましてありがとうございます。札幌行きの急行浜名津です。社長 JR 北海道ルート大岡の2名です。終点の札幌までご案内いたします。車掌前の方3号車と後ろ11号車に乗務しております。本日車12両でご依頼しております。先頭車1号車後ろ11号車となっております。1号車から8号車まで指定席の車です。1号車前の方1号車造血21号車2号車寝台車となっております。4号車カーペット車です。なお本日4号車のカーペット車満席となっております。ただいま空いている席とお客様乗車してまいります。あらかじめご了承ください。重席は後ろの方9号車10号車11号車後ろ3両重席となっております。もちろん切符を確かめるのでご乗車ください。なおこの列車車内販売乗車しておりません。公衆電話の設備もございませんのでご了承ください。13の自動販売機3号車7号車8号車11号車に13の自動販売機ついております。3号車、7号車、8号車、11号車、一気に13の自動販売機ついております。どうぞご利用ください。また電車、禁煙車としてご依頼しております。車内のタバコをご利用くださいますようお願いいたします。適当ご依頼とはつきましても禁煙となっております。また携帯電話のお客様、ご使用の際はデッキの方でお願いいたします。客室内におきましてはマナーボード設定の上、ご使用の際はデッキの方でお願いいたします。お客様にお願いいたします。最近夜行列車では盗難の被害が発生しております。現金貴重品のお金には十分ご注意ください。体から離さないよう身につけてお休みください。泊まります駅、次は函館1時ちょうどの到着です。続きまして長万部行町3時7分東室蘭4時15分苫小牧5時1分南千歳5時24分千歳5時29分新札幌5時55分終点の札幌6時7分到着を予定しております。なお乗り換え列車につきましてはその駅が近くなりましてご案内いたします。順調に所定時刻で進んでまいりますと函館で20分ほど停車する予定でございます。機関車正解のため函館にて20分ほど停車する予定でございます。今日はご覧いただきましてありがとうございます。次は函館1時ちょうど到着です。